ヨハン・アンドレアス・シュタインは、ドイツのオルガン、クラビコード、チェンバロ、ピアノなど鍵盤楽器の製造技師。ピアノ制作の歴史における中心的な人物であり、いわゆるドイツのハンマーアクションの設計の最終責任者であった。1728年、ドイツ・ヒルデスハイムに生まれる。オルガン制作者だった父親の下で修行し、後にストラスブールで、 ピアノ制作をしていたゴッドフリート・ジルバーマンの老いであるハインリッヒ・ジルバーマンに支持する。1751年、アウクスブルクにピアノ工房を設立、ホルテピアノの製造を始める。ジルバーマンが制作したピアノアクションのメカニズムに改良を加え、後にウィン式アクションと呼ばれるアクションを完成させる。このアクションを搭載したモデルのピアノは長年にわたって人気を集めた。 1777年、シュタインはアウクスブルクでモーツァルトと面識を持つ。モーツァルトは10月22日に行われた3代のピアノ競争曲の公開演奏で、シュタインのフォルテピアノを使用し、独奏者はモーツァルト、大聖堂のオルガニストのデンムラー、そしてシュタインの3名であった。モーツァルトはシュタインのフォルテピアノについて絶賛の手紙を残した。 シュタインの楽器への高い評価を父親に書き送ったのである。ウィーン式アクションを採用したピアノ制作は娘である。ナネッテ・シュトライヒャーをはじめ、孫のヨハンバ・バプティスト・シュトライヒャー、エミール・シュトライヒャーへと継がれていく。シュタインが制作した2台のクラビコードは残っており、そのうちの1台は現在ブダペストの国立博物館にある。これは旅行中の練習用に、 レオポルト・モーツァルトが購入したものである。そして、ピアノと単一ランクのオルガンを組み合わせた楽器一台が現在ヨー手ボリの歴史博物館にある。シュタインのピアノはフィリップ・ベルトやポール・マクナルティなどの現代の制作者にとってのモデルの役割を果たしている。 ガートルード・コターメイヤー、モーツアルト、ヨハン・アンドレアス・スタイン・ハマー・フラグル・アオスデ・デムヤーレ1785、イム・モーザー・シーウス・イン・ウッグスバーグ、ノー・ラベル、ジャーマニー1991、クリスティーン・ショルンスハイム、ルディガー・ラーター、セバスチャン・ヘス、ドライ・クレビア・ソナトン、ドライ・トリオス・スフィア・チェンバロ、ビオリーナ、ビオロンチェロ、デーベル、イアムズ、クラシック・アンドレアス・スタイア、クリスティーン・ショルンスハイム、 ゴルフガングアマレウスモーツァルトアムスタインビスエービスレーベルハルモニアムンディロナルドブロイティグムルートビヒバンベートーベンコンプリートワークスフォーソロピアノボリューム9プレードオンエーコピーオブスタインピアノメイドバイポール・マクトナルティレーベルビー・アイス・アレクセールビモブ・ヒズ・カリックスルートビヒバンベートーベンコンプリートピアノ・ソナタスプレードオンコピス・オブ・スタインワルターグラフ バックホルツインストゥルメンツメイドバイポール・マクトナルティレーベルモスクワ・カンサー・ベトリ・レコーズ・ウェイミー・アンド・サラ・ハーマンベートーベンピアノ・デュエッツプレイド・オン・ヤマハ・ディスクロービアホーテイ・ピアノス・アフター・スタイン1784アンド・ナンネ・テ・シュトライヤー1815レーベルグランド・ピアノありがとうございます